こんにちは聞くを楽に変える慶長教育課の岩松雅文です今回のテーマはキャリコンの面接試験事柄に応答すると会話は止まるという話をしたいと思います昨日キャリコンの筆記試験が終わりましてどうも受けてる皆さんお疲れ様でした、えー、ここでね一息つけたいところではありますけれども来週再来週と面接試験実技面接が待っておりますのでね そこでちょっと気持ちを入れ替えてもう一回スイッチ入れ直してですね頑張っていただきたいというふうに思いますそれで今日たまたまなんですけどもその筆記を終えた受験生の方と朝ズームを使って口頭指紋とロールプレイの練習してたんですねその時にあこれは結構皆さんこの罠にはまってるんじゃないかなということで気になったことがあったので今日はそのことについてちょっと急いでご連絡をしたくて。 この動画を撮っておりますロールプレイですね諮問ではなくてロールプレイについてのお話なんですが正直言ってロールプレイのというのはは今すぐ上がることはできません基本的な傾聴力から始まってこれを身につけるのには本当に反復のトレーニングそして正しい知識というものを入れてからでないと今日明日でねすぐにどうなるというものではないんですね。 ないんですけども、その今日たまたまやり取りした方がいらっしゃった中で、でも何にもしないわけにもいかないよなと思ってですね、一生懸命私考えたんです。で、何を考えたかと言いますと、気持ちへの応答がちゃんとできないがために、ロールプレイの会話が、一回何か言葉を投げかけたら一言返ってきておしまい、一回投げけたらひ一言返ってきておしまいっていう風に続かなくなってる方が結構いるんですよね。 ご自身にもももしかししかかたたら心当たりあるかもしれません一生懸命例えば繰り返しをしたり質問をしているのになんか「はいそうです」とか「確かにそうですね」と一言で返されてしまうとその後どういういいいに関わっていいかっててか困りますよねでこれなんで一言で返ってきて会話が止まってしまうかいろいろ原因があるかもしれないんですが今日ですねそのセッションをやってる中でこれは確かに皆さんに共通して起きている問題だなというのが。 これなんですね事柄に応答してしまったがために気持ちを、ねえー、応答してないがためにそれで会話がプツプツと1往復で終わってしまうっていう方が結構いるのでそこをねじゃあどうしたらいいのか。基本的な継承力は 今からあげることはできませんけれどもその中でも何かできないかなってことでですね今日その話をねそのセッションの中でしたら確かにそうだっていうことでそれはすぐね改善できたところがありますのでそれをね今日お伝えしたいと思うんですですので、えー、今回のお話というのはキャリコンの面接試験の中でこちらが繰り返しですね特に繰り返しの応答をした時に相手からの返事が一言二言でポツッと終わってしまった で続かなくなりがちな人がどういうふうに対応したらいいかという一つの例をお伝えしたいと思いますこのようにこのチャンネルでは経営長あるいはキャリアコンサルタントそして脳と心の使い方のお話をしておりますのでよろしかったらチャンネル登録をしてください。はいそれではですね行きたいと思うんですけども せっかく繰り返返しししますすよねあるいは伝え返しですこういうことをおっしゃりたいんですねっていうことの伝え返しをするんですけどそれが続かない方によくあるのが事柄になっちゃってるんです応答が。 で最初ですね私ずーっと思ってたのはそれは事柄事柄事柄と全てね事実関係の状況確認だけをしてる方は確かに止まるのでそういう方が多いからかなと思ってたんですが今日ですねセッションやってて気づいたことがありまして事事柄柄じゃゃないいものままででですすてててに変換ししちっっるる人がいるんです伝わってますでしょうかそもそも事柄状況説明をあなたはこういう状況に置かれてるんですねって で確認を入れれば当然そううでですすっってていい返返事しか返ってこないですクローズドクエスチョンのようになってしまってますのでねだから事柄を聞けば事柄が返ってくるこれは当たり前のことなんですねで会話が深まりもしないし続かなくもなるこれはもちろんあるんですがそれ以外にもせっかくクライアントさんは気持ちの話をしてるのにこちらが応答する時に事柄に変換しちゃってるっていうこういうケースがあるよってことですそれが何かを知って これはでですす。ね、対処療法です根本治療ではないんですが試験までのあと1週間もしくは2週間の間にできるかもしれない人によってはできるかもしれない対処療法としてせっかく気持ちで表現してもらってるものくらいはちゃんと気持ちで受け止めましょう,っていう、ね、そのためのヒントになればということで今回はお伝えしております。 ですので、これが該当しない方、今から私がお話しする内容が該当しない方もいるでしょうし、今からそれを修正しようと思うと、混乱してしまうと思う方は、この動画は見ないでいただいて結構です。やめていただいて、えー、一番大事なのですもう来週、再来週ですから、余計な情報をたくさん入れないこと、そして自分が安心していけると。 混乱しないようにしていくということが一番大事なことですからもし私の動画そのものが邪魔になるようでしたらそれはもう一切聞かないということをおすすめしますしかしですね聞けば直せるかもしれないというポイントでお伝えをしますのでもしですね会話がうまくロールプレイ中続かないということで困っている方はこのポイント一つだけでももしね見直す余裕があったら見直してみていただきたいと思いますそれでですねあの当然なんですけども ロールプレイ、キャリコンのロールプレイといえどもその会話が深まったりあるいは気づきにつながったり、えー、その自分の、ね、内省を促せるようになる聞き方っていうのはどういう聞き方かということで言いますとそれは当然事柄事実関係とか状況ばっかり聞いてたらそれは全然深まらないわけですね。聞いいいいいいちゃゃけけけななんんじゃないんですけど、事実やや状況というのののは、その人の受け止め方や思いを 明らかにするための入り口であって問題というのはその人が感じていること受け止めていることが問題ですからその受け止めていることを感じていることに関わっていくことによってそのロールプレイというのは深まっていくわけです面談というのは深まっていくんですねですから、えー、ちゃんと聞くためにはまず気持ちを聞くその深まるアンド主祖に近づくためには気持ちを聞くのが必要だよこれはだいたい皆さんご理解いただいていると思うんです じゃあ「気持ちを聞く」の反対側にあるものは何っていうとそれがここに書いてある事柄を聞くなんですですので事柄は聞くんですけど事柄を聞いたら事柄についての「気持ちを聞く」事柄をを聞聞いたら気持ちを聞くっていうふうにこっちを入り口にして「 気持ちを聞く方にすぐに切り替えをしなければいけないんですがこの応答というのは一朝一夕でできるものではなくてやはり基本的な傾聴のトレーニング聞く耳作り応答の練習、えー、そもそも気持ちとは何か、えー、事柄とは何かこの辺を理解してからじゃないとなかなかしにくいものがあるんですねでそれそれはもう長期的なこと中長期的なことですので今回の試験ではちょっとなしにしてねだけど、まあ、気持ちを聞かないと深まらないよう 気持ちを聞かないと主訴は聞き取れないよってそこだけまず了解していただきたいと思うんですねはい。でここでまず一つ出てくるのが気持ちって何ってことを簡単にいろいろあるんですけど簡単に言うと多くの人が思ってるのは形容詞のことじゃないかなと思ってるんです嬉しいとか楽しいとか悲しいってことじゃないかなって思ってるんです で実際にいらっしゃるんですけど、いろんな対策講座行った時に、最後に出てきた気持ちのワードだけ繰り返しましょうとか伝え返しましょうって習ってる方が結構いるみたいです。これはね、まあ、い致し方ない面があるんですけども、それだけが脳に入ってしまうとロールプレイというのは行き詰まります。なぜかというと、そんなに形容詞の気持ちのワードってロールプレイ中にそんなに頻繁に出てこないですね。 ですから形容詞イコール気持ちだと、ここがイコールで結びついちゃってると聞き方というのはものもすす。ごく窮屈になります実際にはですね細かいことは今回お話しできませんが時間の都合もありますし皆さんがこれ聞いても混乱するので、ね、できませんが簡単に言うと形容詞というのはあ気持ちというのは形容詞だけではなくてその人にとっての意味や価値を表す表現これらが全部気持ちに入ってくるんです。 それは今から理解しようとしてもね聞いてすぐ理解できる方はそれで OK なんですけども混乱しそうだったらそこもちょっと横に置いといてください今から気にしても間に合わないので気にしない方がいいと思いますじゃあ例えばね意味や価値を表す気持ちのワードっていうのは例えばどんなのがあるかっていうのがここにちょっと小さいけど書いてあるんですけどやっととかきっととか多分とかちょっとすごいけどでも何々があもしかしてとかねこういうふうにですねかもしれないとか こういうですね副詞的助詞的な表現の中にもその人の思いつまり気持ちを表す言葉っていうのは実はたくさんあるんですそして日常会話の中で言うとビジネス会話もそうですけども会話の中で言うと嬉しいとか楽しい悲しいのような形容詞的な気持ちの表現よりもむしろこういう意味や価値を表す気持ちのワードの方が量としては圧倒的に多いんですねだからそれが分かっていれば 気持ちの応答するっていうのはできるんですけれども先ほど言った通り会話の最後にねこれこれこうで嬉しかったですと出てきたら嬉しかったんですねって繰り返しましょうと語尾の後ろに出てきた語尾に出てきた気持ちの技だけ繰り返しましょうってそれが気持ちの応答ですよってことだけを信じていると当然形容詞は出てこないことがあるのでそこでああ今のロールプレイには気持ちが出てこなかったっていう方結構いるんですよ。 えーと試験を受けた後に今回のクライアントさんは気持ちを話さなかったって胸を張って言う人いるんですけどいやあなたが言ってるのは気持ちの中ののの中一部分のここだけ話話ななんんでですすよって話なんですそれは、えー、と教える先生が悪いわけでもなくて全部は伝えきれないのでまずは分かりやすいところから応答しましょうっていうのはこれはもう全然もう上等主題いではあるんですが会話の後ろに出てくる 形容詞のワードだけが気持ちだっていう風に信じちゃってるとですね形調っていうのはそういうものだっていう風にすごく狭くなって窮屈になるんですね。ですのでちょっと話が逸れてますけども形調をそのまま深めようと思ったらちゃんと聞く耳を作らなきゃいけなくてできないんですがまずここで言いたいのは気持ちのワードを聞き取らなきゃいけないっていうことですよ。本当はね。本当はです。で今日言いたいのはですねまあ事柄が出てきたら事柄の応答しないとは大体皆さん OK ですね。 そして気持ち、直接的な気持ちが出てきたらそこに繰り返しをする。まああるいは伝え返しを入れながら伝え返しをする。これも大体皆さん OK ですね。で、今日ね、お伝えしたいのはそこだけじゃなくて、そこではなくてですね、気持ちが出てるのに事柄転換しちゃうと苦しくなるっていう、こういうお話ですので、そこをね、ちょっと確認してほしいんですが、例えばここの例文、転職しようか迷ってるんですと言った人がいるとしましょう。 転職しようか迷っているんですって言った時にあなただったらどういう繰り返しや伝え返しをするでしょうかこれでね今日気づいたんですけどもこのねこの転職しようか迷ってるんですこれ実はそのまま繰り返しをすれば気持ちへの応答にちゃんとなるのにそれをわざわざ事柄に変換しちゃうっていう人がいるんですねじゃあどういう言い方になるかこの A ですね 転職しようか迷っているということなんですねって全部を「ことなんですね」に変えてしまう人っていうのが結構いるなってことにね今日気づいたんです。そうするとですね転職しようか迷ってるのですねこれ BB ですねはですねだけついてます。あるいは転職しようか迷っている。これうことその,、ね、そのまま「ですね」もつけずに丸で止める言い方。 いろんな言い方できますけども実は B と C はこれはちゃんと気持ちをそのまま受け止める聞き方になっているわけですところが A はですよせっかくクライアントさんが転職しようか迷ってるんですと言っている時に気持ちを受け止めずに事柄転換しちゃってるんですよ転職しようか迷っているということなんですねことというのは 事柄ですね。その状況とか事実の方に転換をしちゃうわけですこれでは一切深まりません実際にこの A の応答したときにどういう返事が返ってくるかっていうのを想像してみたらわかると思うんですよ転職しようか迷ってるんですよああそうなんですね転職しようか迷ってるということなんですねはい ククローズドクエスチョンと同じ意味になっっててしままるかかりますか転職しようか迷ってる迷いを受け止める傾聴するのであれば転職しようか迷っているんですね。で止まるってことですね。それを「ことなんですね」って言うと深まりもしないし受け止めたことにもならないので一切会話が止まるし深まらない。 まあ私は結構この C の言い方で、えー、そのままに言い切り系って言いますけども言い切り系で終わりにすることもありますが、まあ、B でも C でもこれはどちらでもいいんですね転職しようか迷ってるんですよそう転職しようか迷ってるで止めてもいいですこれはその人の好みとあとはですねですねってずっと続くとそれはそれで鬱陶しいんですよなのでね、まあ、この B と C を使い分け混ぜながら使っていけば ちちゃんと気持ちが出てきてきる時ですよ事柄じゃなくてちゃんと気持ちが出てきてる時は B と C の受け止め方をすれば気持ちを受け止めることができるんですところがせっかく気持ちを出してくれてる時であっても A の受け止め方つまりことでなんですねことなんですねことなんですねにしてしまうとそれが気持ちではなくて事柄に変わってってしまうんですねそうするとですねせっかく深まるチャンスがあった会話すら深まらなくなるっていうことなんです ですのでですのでですねこれはできる方とできない方がいますそしてこの癖がある人とない人がいますが意外とね「ことなんですね」で終わらせる方結構多いんですこれどっかで習ったんですかねこれ先生たちちょっと気をつけてほしいと思うんですけど「ことなんですね」って言ったら事実確認の時にはいいんですけど気持ちを受け止める応答としてはなしなのでそこはね是非ね勘違いしないようにうまく伝えていただけたらいいなと思うんですが。 でも先生たちがいくら気をつけてお伝えしてもやはりこうことだっていうねこのことっていう癖がついちゃう人はいますのでぜひご自身が何々ということなんですねことなんですねっていうふうに言う癖が自分にはあるなという思ってる方の中で残りの1週間もしくは2週間の中で何かねこう練習に行く機会もしあってですよ ね、あんまりこう友達同士の練習ってのはよくないと思うんですけどでもまあまあまあ背に腹は変えられないとどうしても行こうという方がいればね、えー、こういう課題を持っていけば別にいいわけですからね、あのー、素人同士のね相手が何を言うかっていうのは気にしなくていいんだけど自分の課題を解決するために行こうっていうこういう動機はいいと思いますのでね練習をする時などにですよ、えー、自分はこういう課題で行きますということで自分の中に持っていただいて「ことなんですね」をね 転職しようと迷ってるんですねこのせめて B ですね B の形に変えるぐらいに練習をされると実は今日もやったんですけどもほんのですね、えー、5分間ぐらいの短いセッションの中で私がこう気持ち会話をしながらクライアント役をやりながらある一定のね範囲まで話したらどうぞ伝え返し繰り返ししてくださいって手で合図するんですよ。そそしたらそこまでを まあ、カウンセラー役、キャリアコンサルタント役の方が応答してくれるときに、伝え返しをするときに、ですねにすると、ことを取るっていうふうにトレーニングしたら結構できるんですね。結構できたんです。なので、えー、ご自身でちょっとね、ここだけがポイントだと、はっきり分かれば、今からでも間に合う方いると思いますので、ぜひ、気持ちをちゃんと聞き取るっていうのは、これは時間がかかります。時間がかかります。で気持ちの中身が何かっていうのは、例えば、 まあ私のねこの最初に出してい,ただ出させていただいた聞く力の教科書の方に、まあ、こういうね、うんえー、やっととかきっと以外にもいろんなものがもし知りたければ書いてありますから、まあ、これもまず知らなきゃいけないし聞き取りの練習アウトプットの練習っていうのが必要になるのでもう今週来週でどうにかなるものではありません。ですから気持ちの 定義を正しくするというのはちょっと今の段階では試験対策という意味ではちょっと一旦横に置いとくことになりますがせめてですねせめてクライアントさんがちゃんと気持ちについて表現している時ぐらいはそれをおかしな事柄変換にしないように事を取る「何々なんですね」「<ね S 2> ことなんですね」じゃないです「ですね」に。 ですね系に言いい換えるっていうねこのトレーニングをするだけれども実際に今日ですねそのキャ,キャリアコンサルタント役やった方が終わった時に本当に喜んで言ってたんですけどもやっと会話になりましたと今まで投げたら一言でおしまい投げかけたら一言でおしまい全然先が続かなくていつも頭の中パニックになってでわけのわかんない質問しちゃって、えー、全体がねどういうふうに進んでたのか自分で全然わかんなかったっておっしゃったのがやっと会話になりましたっていう方がいます。 でこれはなんでそうなるかって言いますと別にその聞き手の方が普段からことなんですねって聞いてるわけじゃないんですところが計帳するとはこういうことだキャリアコンサルティングするとはこういうことだっていう自分の中の変な思い込みがいつしかできてしまうんですそうするとちゃんと聞かなきゃちゃんと聞かなきゃと思うと普段の日常生活の中の自分だったら絶対にことなんですねなんて言い方友達とか家族にしないじゃないですか だけどちゃんと聞くということはことをつけなきゃいけないんだっていう思い込み不条理な信念ですねイラショナルビリーフが自分の中に生まれてしまってこれが潜在意識の中に入ってしまいますから自分がこういう言い方してるかどうかすら気づかないんです気づかないんですねですからこれはね変えるというよりはことを取れば済むことなので普段のあなたはそうじゃないわけですから何か変な思い込みが取れれば 直せるる可能性があるのでぜひですね自分はことという,う繰り返しをねする癖があるなというふうに自覚がある方そしてこれから1週間や2週間の中で何か直したいと思うけども新しい情報を入れて混乱しそうな方は今日のこの動画は今回はあの気にしないでくださいだけども今何かしたいとで取り組むことがあればそれを取り組む余裕があるという方は是非ですねこの「こと」という言い方を取っていただいて。 ですねだけに集約するというトレーニングをするのであれば1週間2週間という練習の時間はそれなりに効果が期待できると思いますのでぜひやってみてくださいそれでは今回の動画が参考になったよという方は高評価とチャンネル登録の方をお願いしますそれではまたお目にかかりましょうさよなら